さあ、それでは全日本 SD 選手権第16戦 3N クラス今季2勝目になりました BMAX レーシングチームドラゴン選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。スタートからいろいろオーバーテイクもありプレッシャーもかけられる展開もありというところでしたけども、どんなレースだったでしょうか。まあ、スタートが不利な濡れてる側のイン側だったんですけども、まあまあ、前がスタート僕よりももっと悪かったので、まあ、ポジションアップできたっていうところが一つチャンスを生んだ大きな要因だと思います。まあ序盤のうちに先行された上田選手を抜いて、その後後ろから廣田選手あるいは片山選手が追い上げるというところで、まあ18周ではありましたけども、かなり疲れられたんじゃないですか。まあ結構各社の特徴というか、どこが速いどこが遅いというのをちょっとばらけてる雰囲気もあったので、そこをよく見極めて、特に序盤の濡れてる時にミスをしないようにっていうところで、まあ前にいて見せらなければまあ抜かれないっていう、自分でレースコントロールできるっていうふうには思っていたので、なんとかその通りになってよかったです。これでまあだと残すところ最終戦のみになりました。最終戦クラスポールからスタートになりました。いかがでしょう。まあ最終戦なので、パーフェクトで、まあ、ポールは取ったので、ファーストテストと優勝という形で締めくくりたいと思います。はい、じゃあ最後いいレース期待してます。はい、ありがとうございます。